中国の習近平国家主席は巨大経済圏構想、一帯一路国際会議の開幕式で演説し一帯一路構想の成果を強調しました。 その上で、小さくとも美しいプロジェクトを進めていくと述べ、これまで巨額なインフラ投資に偏っていた新興国向けの援助について、軌道修正する考えを示しました。また、習主席に続いてロシアのプーチン大統領も演説し、一帯一路構想について、成功していることは喜ばしいと称賛しました。この後行われた首脳会談では、プーチン大統領が中国との関係について、 緊密な協調が求められているが、実際に協力していると述べ、習主席も両国の政治的な相互信頼が深まっているとして、緊密な連携を続けることを確認しました。